朝朝朝朝明け方明け方朝朝明け方ドゥーケロアキさんあった今危ねえおいっすー お元気でしょうか皆さん私はまあまあでございやす飯食って元気出た。飯食ったら元気出た。でも食いすぎて気持ち悪い。お弁当とラーメン食べちった。やけ食い。あとクソ眠い。やけ食いした結果クソ眠になっちゃった。助けてほしい。ロリロリ神降臨。って感じ。ただ配信はとしたはいいけど、配信するって言った手前、配信はしたらいい、したはいいけど、特に話すことねえんじゃねえかっていう問題になっております。ニコ生サボり中の新情報を見てから寝て。ニコ生サボり中の新本、情報 もう喋れなくなりました。ニコ生で。ニコ生の名前を出すだけで俺の記憶が、脳の海馬たちがやられる。このまみみ超可愛かった。普通にデートしてた。プロデューサーと。意味わからん。全然ログインしてない。シャニマスも。俺はずっと、マイクラにお熱だったのに。そんなマイクラも、俺のことを、ピーカップやってんじゃん。そんなマイクラも俺のことを突き放しやがって。ピーカップ地獄らしい。ピーカップ地獄なんだ。ルルルルン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 
超ネミ。アイマスオフィシャル。シャニアに、劇場公開まであと少し、シャニアに生放送、毎日生放送、あ、毎日生配信すんの？へぇ。毎日生配信してんの？今日から毎日すんの？すご。そうか、シャニアにもう映画、劇場公開もうちょっとか。うわ、なにこれ？かわいい。これアニメの C3D？ 超かわいくない？いいね、チウの足が太い。で、みんな結構足太くていいね。みんな足が結構しっかりしてるわ。シャニアニの 3D モデルいいかもな。川口好み。ねえ。ほえー。新宿ピカデリーに行くと、これがやってるらしい。一緒に行こう。光の先へ。好きね。こういう手書きみたいなフォントが。マミミ結構ヤンキーみたいな座り方するな。まあ、外見だけ見たらヤンキーみたいだから。しゃあねえのか。見に来た。いつから？それ以降いないのが違和感すぎる。確かに。そのノクチルいねえんだよな。そこだよな。やっぱり。え？これおっぱいの谷間かい？これ、ここ。ちょっと待って。うわ。すごい服着てんな。めぐるちゃんってこんな谷間を強調してるキャラだったんだ。ストレイもいないか。すごいな。サクヤもすごいわ。リアルでこんだけ谷間出してる人いたら結構引くけどな。私服で。私服でこんなに谷間出してる女子高生いたら結構引かない？なりそう。サンディーだと谷間が強調されてしまうんだよ。仕方ないか。いいことだよね。とりあえず、1個目は見に行きたいね。いつから？もう始まんの？引かない。露出は多ければ多いほどいい。マジで？結構引くよ。俺、肉屋でバイトしてる時に、いたけど。谷間放り出してる人。引いたよ、俺。びっくりしちゃった。10月27、あ、月末か。びっくりしちゃったもん。おっぱい出すぎてて。そんなに？童貞だからだよ。日常生活でそんなにおっぱいを放り出すの？ドヒャー。
めちゃめちゃ気持ち悪い。食いすぎた。焼け食いしすぎた。ラーメンいらなかった。あと明日283フェス再放送。あ、それ見た。500円で見れるらしいね。翼フェスってなんだっけ。おしゃれな安すぎ。ねえ、見た見た見た、それ。翼フェスってあれだよな、なんか俺が前やってたやつ、絵描いたよね。あの可愛いなんかジャケットみたいなの着てた、ひなたの絵描いたやつだよね。一日中やってた、なんかそう、いろんな、なんたらステージ、なんたらステージで、どこ見るみたいな話だったよな。で、ほとんど茶番だから、ライブステージ見ようぜみたいな感じだったよね。全く覚えてないわ。ウィークリー全然やってない。やらねば。全く覚えてないけど、何やったっけね。でも覚えてねえから多分初見の気持ちで見れるっていうのはあるけど。例の事件直後でだいぶわちゃわちゃしてた。え、そうだっけ。私にできることがあったら。やばい、プロデューサーズカップの期間外だ、どうしよう。仕方ね、苦しいけどやるしかないよね。ブエー、何が P カップ上位報酬で手紙もらえるからやらないとまずいぞ。え、そうなの。どういうこと、手紙もらえるって。いらねえよ。あ、ちょちょ、なんかやばいことしようとしてる。どうせあれだろ、あのどうしようもない手紙だろ。知ってんだ俺は。シャニマスの手紙ってライブでやったやつだろ、大体。各アイドル100人限定の特別メッセージ。終わってるわ。そんなことし始めたら本当終わるぞ。それでさ、やると思ってんのかね、普段やってない連中が。やらねえよ、さらにやらなくなるわ、そんなんやったら。そう思わん、普段やってない連中がさ、それ見てさ、やろうって思うかな。俺は思わないと思う。ちゃんとやってるやつだけど苦しい思いする。やってないやつからしたら、どうせ100人、上位100人しかもらえないし、俺みたいな人間できないからやらないよって言うし、ちゃんとやってるやつは、100人だけ？なんてそんなきついことするのよ。ピチッ、高山のバカ、もう知らない。バタ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 。なるよね。ライブで見たやつでしょ、手紙って。あんまり好評じゃなかった。もう最近マイクラしかしなかったから本当にソシャゲしてない、全く。びっくりするぐらいにはマイクラをして寝て、マイクラをして寝ての繰り返し、絶望の淵。結局パジャマジャマの MV 見たっけ。パジャマジャマの MV は見たよ。パジャマジャマ、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 パジャマママ、パジャマ、パジャマママ。ドク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 。やばい、もう終わってた。終わった、これ。あ、投票期間は今日の23時までだ。でもどうせこの3人でしょ。ストリート系ファッション1位トールなんだ。へえ。ふーん、そうなんだ。めぐる？ストリートでめぐる？ストリートってラッパーみたいな格好じゃないの？俺のイメージが古い、もしかして。天下ちゃんが10位に入賞してる。なんで？ストリート系ファッションってどんなファッション？俺ラッパーみたいなイメージなんだけど、ストリート系ダボダボのストリート系女子。あ、ラッパーみたいな格好だわ、やっぱり。ダボダボの、だいたい合ってた、俺のイメージが正しかった。
まあでも女の子だったらダボダボの服かわいいか。川口誰に入れる？ストリート系でしょ？ストリート系だったらなあ。あんまり好みの服装じゃないんだよな。ストリート系女子。多分そんな好みではない気がする。あ、でもパーカーとか着てるだけギだっャルったら、ぽいのに。パーカーとか着てるだけだったら可愛いかな。俺、ワイドパンツっていうものがあんまり好きになれねえんだよな。なんか、今の流行りだけど。で、俺のイメージだとこういう、本当に、こういう感じなんだけど、ストリート系って。うん、そん中だとな。あ、もう一回選出した子は選べないんだ。へえ。まあ、コイトちゃんだよね、もちろん。もちろん、コイトちゃん。まずは。ギャップ萌えね。コイトちゃんが、そんな感じの格好するんだ。みたいな。ギャップ萌えを狙っていく。で、チョコちゃんは普通に似合いそう。そして、まあ、もう、朝日かね。あ、ちょっと朝日だけに。なんで そんなつもりはないのに。あれ、そういうシステムだっけ？これ。一人に何票入れるみたいな。あ、そういう そういうシステムか、これ。なんか重さシステムと違ったわ。よし、コイトちゃんに150票。151の夢。151の喜び。ムビチケカードくれてる。このムビチケでは映画はご鑑賞いただけません。くれよ映画、俺いっぱい課金してんだぞ。いいだろ映画1回無料で見せてくれるぐらい。ケチくせえな。死ぬほど課金してんだぞこっちは。これめっちゃデートしてるの。ほらもうすごい距離感。ええー、って言ってる。かわいい。マミミかわいすぎだろ。絶対マミミのこと好きになっちゃうから、絶対アンティーカ見ない。スカート短っ。こんなん絶どう対して好きにになっなったちの？ゃう。好きにならない理由がないもん。マミミなんて。心臓握りつぶされた。うわー。メスガキみたいな顔してるわ。うわ、これ超かわいい。超かわいいな。ユニットピックアップ限定 SSR 確定安い。ひななは？もうこれ、はい、これってあれじゃないの？この間の限定じゃないの？あ、ユニット確定しちゃった。あ、そうだね。多分この、なんて言うんだろう。クリートイン。クリエイトって、このスペルだったっけ？クリエーション。クリエーションか。あ、これ O か。クリエーション。すごい。じゃあ、16%？ 15% の確率で、雨情か ひなな引ける。激アツじゃない？引くしかねえ。激アツ。絶対引かん。いい加減、雨情引け。一生雨情引けないまま終わっちまうな。SSR 確定ガチャチケット。はい。なんか出ろ。末の。最高にいい。最高にいいもの。ああ、天下ちゃんだ。あれ、この天下ちゃんって、工場だっけ？持ってるけど。かわいい。久しぶりに見た。かわいい。超かわいい。すご。この天下ちゃんかわいいよな。
バスタイムの気分で。限定入り10連ガチャチケット。限定出るだろ。来た！限定！あれや？え？持ってない気がする。三峰。え？絶対持ってない。ええやん。え、絶対持ってない。何この三峰。やば。やったぜ。うわ、すごい。カレイドスコープ、ピンボール。だって。え、すごい、かわいい。やば。うわ、うしょ、これなんだこれ、持ってんのか見たことねえと思ったけど、持ってる。やったー。え、俺これ持ってた？なんの、いつのガシャ、最近じゃない？手に入れた覚えがないんだけど。単二度、一番線。カレイドスコープピンボール出たわ。すご。イエー。なんとか、増えました。まだ増えるか、PSSR。すげえな。運よってな。運よってのはやっぱり、下振れがあったからな。え、セレチケ、また出たの？グエー。何これ、好きな SSR、SR アイドルを1枚選べるセレチケ工場のってことか。工場セレチケはまあ別にこんななくない？俺欲しいのチョコちゃんが。工場はないよね、さすがに。あれ、工場なんかなかったっけ、俺。ないっけ。何持って何持ってないか分かんなくなってきちゃったもん。このチーム持ってない。全部持ってるわ。限定 SSR はどこまでが対象なの？でももう大体持ってるよな。こないだのやつとかが入ってない限りは。ついこないだの入ってろ。あれ、俺こないだ何を引いてたっけ。ウジョ。あれ、俺この間何引いて爆死した？忘れちゃった。やっぱ記憶から消してる。俺何引きに行ったっけ。昔すぎて忘れた。え、この間俺が今ジュエルがこんなにない理由。あれ、俺何引きに行ったんだっけ。マジで忘れた。あれ、ひなな、小糸ちゃん、あれ？トール。トールだっけ？トールか？あれ、マジで忘れた。なんだっけ？ジェルちゃんが入ってたガチャだっけ？あれ？あ、そうだ。あの、水着のやつか。水着のトールか。水着衣装の。SSR か。え、あれに俺全部使い果たしたんだっけ。そうだっけ、プロデューサーアイドルじゃなかったんだっけ。やば。プロデューサーさんに教えていただいた基本ですから。うん、これが基本ってことか。あれで俺そこまでやったか。サポート SSR でそんなやったの、俺すごくない？攻めすぎじゃない？今考えたら、あれで使い切るの意味わからん。もう引けなくなったんだろうな。なんだっけ、ボンドルド効果。起きてたんだろうな。
ヒロアカのウルトラランブルやる？おとなしく。面白い情報はないかな。ミリスタ MV 見ろ。ミリスタ MV？ ドゥッドゥルドゥルドゥン、ドゥッドゥッ。うわ、なんだ。急に花ちゃん。あとシャニライブの配信チケット買うと弱くママフラー当たるぞ。マジ？シャニライブの配信チケットは買うでしょ。嘘でも。買わない理由がねえよ。当日じゃ遅い。あ、そういうことか。あれ、シャニライブっていつなんだっけ。やべ。シャニライブっていつある？わがままなまま。星が見上げた。やばい！ 21。 俺友達と予定入れようとしてた。その日空いてるよって言うとこだった。行ったっていうか21、22。やば、全然空いてねえや。終わってる。なんでスケジュール確認しないの。忘れて、なんか俺月末のイメージだったんだよな。月末のイメージあったわ。あれ、またできなくなってる。アクトさんもすぐだぞ。アクトさんもすぐ？いつ？え、ほんとだ！ 11 月頭じゃん。バヤ。かなりバヤ。超眠い。どうしようみんな。あと超うんこして漏れちゃうかもしれない。もしかしたら漏れちゃうかも。うんち。何で我慢してるの？え？わがままなままだから。我慢っていう文字、わがままなまま感すごくない？スポーツの日ログインボーナスってなんかすごいすごいログインボーナスがよこしてくれてる。スポーツの日っていつ？体育の日ってこと？このロリミヤオミヤ、あれに見えんな。モモコに見えんな。あら、ロリツム。あら、足の裏。これは、あ、オーバーマスターでも練習してるのかい。黒いの3人で踊っとったな。ソングフォーユーガシャ、何の曲だろう。これ響ちゃんのソロ、リベリオンしか知らないんだけど。いや、マカベから留守電が入ってんだけど、なんで急に。どうした？なんか誰かが喋ってた今。プロデューサー水木です。どうもこんにちは。留守電でしたか。もう1ヶ月ぐらい起動してないからね。では改めて、これ川口にしか来てない。俺しか来てない、マジで。やった。メッセージを残し、ごめんな、マイクラで忙しかったわ。真壁瑞希です。どうも、タコです川口です。いよいよ撮影が始まりますね。何の撮影？私の胸も高鳴っています。ワクワク。映画川垂れの彼岸のオーディションに。ああ、なんかあのあれか、合格したと告げられた時、応募のやつか。応募ってか、思い出します。名前を呼ばれた時の驚きと高揚。ホラーか。とても嬉しかった。え、主役なの？さらに主役。光栄。こんな長い間留守電で入るの？選ばれたからには、あと電話するのに、わざわざ留守電で全部喋らなくても。それがプ
プロというもの、凛々しく、儚く、時に優雅に、要件だけ伝えてくれ。そう、別に後から連絡し直すって連絡言ってくれれば。そんなお芝居を目指します。何の話？自慢？壮大な目標ですが、賞賛はあります。主演を取ったよっていう。私には頼もしい共演者。自慢ですか？マウント。みんなと力を合わせて、後で電話で話したらよくない？留守電ってこんな長いだろ、録音できんの？途中でピーってならない？喋ってる最中に。成功した暁にはたくさん褒めてください。いいよ。プロデューサー。それでは、こうご期待。水木でした。なるほど。何だったんだ。何のための電話なんだ。宣伝か。シジュンさんが以前出演されていたミックス&リエゾン音楽祭、地上波で再放送していましたね。当然アリサもチェックしましたよ。広い会場を圧倒する高根さんの姿、最高でした。ありがとうございます。テカログインしてないから衣装もらえてなくね。え、何の衣装？アリサの新曲公演もありましたね。はい、探査機打ち上げ。え、イベントやって MV やってなくない？何？松田さんだからこそのミリコレしかやってなくない？何の MV？ 時に終わったの。なんだ？ニコニコで見たわ。ミリアニのネタバレ曲。え、そんなあんの？てかさ、今ツイッターで見たけどさ、あの未来ちゃんの声優さんがミリオンライブ初のアニメ公演がありますって。ライブが、あのアクト3ね、ライブのアクト3でも、よかったら3幕まで見てからの方がいいかもしれないって。これきつくない？今アニメ1話がテレビで始まったのに、3幕までの内容をライブでやるってこと？映画見てないとダメっていうライブなの？当然だよ。ちょっとそこまではさ、ずるいよ、マジ？それずるくない？バリバリネタバレしてくる。バリバリネタバレしてくんのずるくない？なんで3幕まで見てる前提なの？でも、あ、全然ありそうだな、3幕まで見てる前提で。あと、ラットアットタットしか知らないぜ、曲。ラッタッタッタタコを思いっきりタタコ。3幕まで見てからのがいいの？だからこれだからダメじゃない？この先配信システム、アニメしか見てない人楽しめなくなっちゃわない？そんなことされたら、せめてこのアニメ公演、アニメが全部終わってからにしてくれよ。とりあえずスターインプレッションの MV 見ろ。スターインプレッションどれだ？こんなに？どれ？最近始めた人かな。どこ？曲多くね？ミリスタ。ミリスタってこんないっぱい曲あんの？すごいな。あれ一周した気がする。あれ一周してる。あれ？ニコニコで探した方が早い気がするわ。それか YouTube の公式チャンネルに上がってねえかな。アイマスチャンネル。
もうニコニコで探すのやめなよ。いや、ニコニコで配信してるからさ、一応。ないな。うん。あるやん。ちゃんとアイマスチャンネル。いつの曲？ 10 日向け。10日前。これ何？え、流れてた？いつ？いつどこで流れてた？かっこいい。ごめんす、幕だった。二幕か。じゃあネタバレじゃねえかよ。おい、騙された。やられた、まんまと。やっぱ見た方がよかったかな、全幕。まだ間に合うかな、豊洲行けば。なんとかなるかもしれない。多分もうみんなコール完璧だと思う。マジで言ってんの？これコール曲なの？置いてかれちまうな、アニメ見てないだけで。映画館でしか見え、映画館で配信するのは本当に信仰心の高い人だけが見て、普通のファンはもう楽しめるようにしてほしいわ。ずるくない？ジュニアにはちゃんと全部見ない。こういう感じのことになるかな。やーにゃー、やーにゃー。ドゥルンルンルルルンルルルン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 。うんこもれそう。ブブブブブブブ。コミュ読むと衣装もらえるぞ。ブブ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 。どのコミュ？多すぎてわからん。イベントのストーリーはこれか。こちらで確認できます。言いたいこといっぱいあったのに。え、これ見ると何もらえんの？それじゃない。え、これじゃないの？イベントのストーリーはこちらで確認できます。ラッタッタッタタコ、思いっきりタタコ。ここでは様々なストーリーを確認することができます。衣装込み、これかな。ん、違そう。超スイムウェア。ミリアニコミ、ミリアニコミ、本当だ。え、ボイスコミ？これ？ボイスコミ、ボイスなし。矛盾した存在。無意味すぎ。何の衣装もらえる？え、わ。え、へえ、3人だけ？どういうこと？これに出てたのがその3人ってこと？ちゃんと聞いてねえから。これが毎週。あ、毎週もらえんだ。あ、なるほどね。そのテレビに合わせてもらえるってことか。へえ、すげえ。で、最終的に全員揃うってことか。なんか当たり前のように最近ツイッターでラットアットタットのなんか39人アンコールバージョンみたいな映像が流れてきててさ、目を背けるのに必死なんだけど、あれやめてほしくない？
見ろよ。だってあれ確実に最終回で流れるやつじゃん。なんでそんなことするの、ひどくない？ミリアにマジで映画見てないやつをファンだと思ってない。映画見に行ってないやつはもうネタバレなしでは見れないよっていうぐらいのものをぶち込んできやがる。静かに圧力をかけてきて。なんでこんなことするの。くしゃみも出るし、そのせいで辛いよ。1話見るとしたらいつ。1話見てみようかな、まあ、そう遠くない日で。それか2話のちょっと前とかにする。2話生放送っていつやってんの、いつの何時やってんだろう、調べよ。ミリアニオンエアストリーミングはニコニコ生放送は毎週日曜21時だって。なるほどね。日曜21時か。俺そしたら日曜その21、22友達予定入れてたけど日曜にしようと思ったのに、今週の。そしたらまた見れねえじゃん2話も。合わないねタイミングが。毎週木曜の8時半、今日何曜、今日金曜。そうか、難しいな。これから来年まで何かしらありそう。難しいな。なかなかどうして難しいですね。うーん、頭がかゆいから書きました。283フェスは見るの。書きむしりました。翼フェスはいつ、今週。忙しいな。なんでこんなアイマスで怒涛の追い上げがあるの。友達と遊びに行かしてくれよ。ちょっと一回髪の毛綺麗にするわ、正すわ。ミリアニ直前まで283フェスだからマジで時間ないの。ミリアニ直前まで翼フェスだからマジで時間がないと。翼フェスはいつやるんだ。ツイッターチャニマスのブランド公式。お、ナイス URL。 リバイバル上映会。土日どっちもやんの、だる。やめろよ土日を、オタクの土日を封印すんのは。アーカイブなし。アーカイブなし、ほんとだ。配信中の巻き戻しの再生はできません。厳しい。アーカイブありにしろよ、3ステージあるんだから。厳しい。これ多分一生円盤化されない。なるほど。じゃあ3アカウントで3窓するしかないのか。あったね、カフェ高山。俺カフェ高山見てないな。お、まだ AP 里穂野がいるじゃん。カッシーしか今いないのに里穂野がいる。どこ行ったんだ。
15時から21時までさ、これ長っ。スペシャルって誰だったんだっけ。ああれか、なんかあのなんだっけ、あのあれだよね、あの天下ちゃんとかかほちゃんの曲だっけ。デビ太郎、そうだよね、デビ太郎だとか、あのなんだっけ、ジャスティスファイブとかの曲だった気がする。え、俺いつ友達と遊びに行けばいいの。俺リスケにリスケを重ねてんの。俺だって先週風邪ひいて行けなかったから。ピョンイル、ピョンイルはね行けないんだよ、残念ながら、友達が仕事だから。先週俺が風邪ひいてたから友達にリスケしてもらって、じゃあ来週はって言うから、あ今週はって言うから、今週はちょっと忙しいなって話になって、俺がじゃあ再来週にしようっていうので、わかったって言ったけど、シャニライブがあるからダメだから。まあ翼フェスは過去に見たことあるから別に無理して見る必要もねえか。でもミリオンライブのな、土曜日かな。いやでもな、うわ今月末しかなさそう。うわ苦しい、どうしよう、めちゃめちゃ苦しい、遠いな。そしたら遊ぶの楽しみにしてたんだけどな、遠くね、一生遊べねえよ、やだ。なんなら先週俺が風邪ひいたのが悪いんだけど。しかも結局またこんな時間まで起きてるし、ダメだよこんな時間まで起きてたら。でもご飯食べちゃったんだよな、今寝たら確実にやられるんだよな、ぐしゃぐしゃに。それもまた一興かな、たまにはやられてみる。ミリアニは木曜の再放送で見ることにしたら。そうだね、ミリアニは木曜の再放送で見ることにした方がいいかもしれない。んで、とりあえず、なんとかするしかないか。あー、これも出たんだよね。これ見た？みんな。これさ、びっくりしちゃった俺。これのノクチル欲しいなーって思ってさ、じゃあユニットセット買うかと思ったらさ、28,600円すんの。ぬいぐるみ4匹で28,600円。バケモン。バカ声。ぬいぐるみ4匹で28,600円はバケモンでしょう。まあ、1人8000円ぐらいするもんね、これ確かね。しかも。全員揃えたらいくらだよ。込めていくもある。本当だよね。何十人いるんだっけ今。シャニマスって、うん、1人7150円、1人7150円でしょ。で12345、26人かな全員で。あ、じゃあ27、28人か。28だ。シーズンのこと抜かしてた今。コメティック全員入れたのにシーズンのこと忘れてたわ。7150円をかける28で、20万200円です。20万200円。全キャラ買うと。初任給ぐらいは軽く吹き飛ぶ。全キャラ買ったら。よかった、全押しじゃなくて。普通に。揃える人結構いそうなのが怖い。まあ、ちゃんとした社会人だったら20万ぐらいは。
買えるのかな。俺は買えないけど。まあでもパチンコで1日10万負けたことあるしな。全然買おうと思えば買えるのか。でも10万と20万は別じゃね？結構。すげえな。でも欲しいんだよな、これ。ひななと小糸ちゃんだけは欲しい。1万、それでも1万4千円だもんな。ユニットで揃えると送料無料なのに。高いよ。2匹で1万4千円は。中古で安くで回らないかな。やだわ。これしかもさ、何？なんであれなんだよね。限定なんだよね。受注生産なんだよね、確か。受注生産。ほら、完全受注生産だから、ここで予約できないともう一生手に入らない。かわいい。めっちゃかわいい。これ。この口の形がみんな違うのもいいよね。まどかむってしてて。ひななとか、とおるちゃんはまあニコってしてるけどし。こいとちゃんは口開けてパーってしてる。すんごいかわいい、これ。このパーとムと2個の3パターンがあるっぽいね。あ、パーだけじゃない。にへへ、にへへ口もあるわ。すごいな、これ。さすが受注生産だけある。え、ちょっとなんかニヒルな笑いになってない？これ。昨夜、右上がりニなヘ気はがす喧嘩る。専用か。あと、三つ峰は、金玉みたいな口だ。猫の金玉みたいな口になってる。ええー。すげえな。まあ、コイトちゃんもこの刃がついてるからね。専用だよね。聖蹟桜ヶ丘のコラボカフェの情報を見た。何？聖蹟桜ヶ丘の。ヶ丘の。コラボカフェがあるの？また聖蹟桜ヶ丘行かねえとじゃん。あら、かわいい。何これ？アニメイトのコラボカフェが決定です。映画制作。メインビジュアルを飾るのはイルミネーションスターズの3人です。かわいい。めちゃめちゃどうやってる。厳しくできなさそう、マノちゃん。足細くない？マノちゃん。コノマのちゃん右打ちしてるおっさんに見える。確かに。ふんぞり返ってるね。ラッシュが。これあれだよね。多分もう、最初はワクワクしてたけど、2万発ぐらい出て、もう、止まらない時の、連チャンしてる時の構えだね。最初1万発ぐらいまではさ、結構食い気味に見てたりするんだよな。でもなんかあまりにも連チャンが続きすぎて、もう、ふんぞり返るしかなくなるみたいな。手が完全に右打ちの手だね、これ。左台手にから雑見誌た。丸めて持ってるじゃん。台から見た右打ちの手だ、完全にこれ。台側の気分になれるとは思わなかったな。ありますね、見て。こういう気分なんだな。ドヤ顔で、ふんぞり返ってるやつの、顔って。それかあれだね、右打ちの、ラッシュ中に、めっちゃ熱い演出来て、90%とかの演出来て、あ、当たるわって思ってふんぞり返ってて外したけど、別に、あ、分かってたし、みたいな顔してる時だ。どっちかだね。え、別にこれ外れても痛くも痒くもねえしっていう顔する表時。情が絶妙。めっちゃよくやるから、俺も。え、こんなん激アツじゃん。右打ち中に、右打ち時短中とかに、めちゃめちゃ熱い演出来て外して。別に。きつくねえし、元から外れてると思ってたし。
これか、成績逆上がるか、オーパ。え、2日しかやんないの？金銅だけ？何それ、すご、かわいい。え、すごい、もういるね。あ、それぞれ担当が違うんだ。どうして照明さんになろうと思ったんだろうが、ストレイライトらしい。で、カメラマンがノクチル、音声さんもがコメティック、かわいい。もうそれにしか見えねえ。ふんぞり返って、右打ちで右打ちでふんぞり返ってるマノちゃんにしか見えない。 X でもみんな言ってた。みんな言ってたんだ。手、その手はダメだよマノちゃん。せめてこうさ、なんていうの、このメガホンをさ手につけるとかさ、多分このメガホンをパンパンってやる途中みたいな手なんだろうけど、完全にふんぞり返って右打ちしてるわ。よう思いついたな。全然思いつかなかったわ。コラ作りたいね。でもこっち側、台側だから難しいよな、コラ作るにしても。あの液晶に映り込んでる、ガラス面に映り込んでるマノちゃんとかじゃないと作れないね。反転させて、激圧外しをするマノちゃんっていう動画作れるね。激圧外しの動画ネットから持ってきて。おもろ。あとシーズンのライブも見てないな。あ、シーズンのライブ見てないね。確かに。あ、そう、あれがだからニコニコから消されなかったら見ようかみたいな話してたよな。消されたかな。ニコニコから消されたら諦めて見るのやめようみたいな。なんかメタルモモコだけどが1位になってる。なんで？あれでもなんか消えてるっぽいな、シーズのやつ。やっぱダメか、消されたっぽいぞ。あ、消されてない。消されてないな。公式で見ろよ。え、ニコ生だからさ、ニコニコ動画で、ニコ生で配信していいものはニコニコ動画内にある動画は見ていいかなと思ってるからさ、からニコニコ動画内で消されてないんだったらニコ生で見ていいでしょっていう俺の理論があるので、ゆえにわびすけつっぺの公式よりニコニコの違法。そうだよ、もちろんもちろんそうだよ。ニコニコなんて違法の音章だからね。うわ、マイクラやりてー、どうしようみんな、マイクラやりてー。体がマイクラを求めてる、助けてくれ。あんなに傷つけられたのにまだ求めてるんだ。体がマイクラを求めているのかもしれない。苦しい。あまりにもダラダラやったらまた今回の二の舞だぞ。サクサクやるしかねえってことかい。くー、悔しいでー。寝るか、眠くなってきたな。5時だって、やば、昼夜逆転直そうと思って昨日夜まで頑張って起きてたのに。
昨日のあのスイムは何だったのじゃ俺の。リコリコの一番待ちやらないか。え、リコリコの一番街ってどういうこと？もうできんのあれ。俺一番街どこやっちゃったっけ？消えた。俺の一番街は。俺の一番街は消えた。どこだ？俺の一番街どこ行ったマジ？あれ？俺の一番街マジどっか行った。未だかつてこんなに一番街が盛り上がってることないぞ。マジで？タキナがロンロン言ってくれるのかな？なんだっけ名前出ちゃった。千里それロン。あれ俺どこやった一番街。なくした一番街のフォルダー。一番街フォルダーだったからさ、なくしちった。これか？麻雀一番街。トゥトゥトゥントゥトゥトゥントゥ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 ン。ずっと左下で走ってる主人公の女の子が。やっぱクソ重い麻雀一番街ダウンロード、1ギガに2分かかる俺。1ギガのダウンロードに2分かかるよ。みんなダウンロードが本当に遅いんだから俺のパソコンは。トゥン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 。あれもしかしてもうこれもあの最後リコリスリコイルの最終話で出てきたハワイで店をやってたレン、なんか移動カフェの匂わせだったってこと？めちゃめちゃ時間かかってる。1ギガをダウンロードするのに。どんだけ回線細いんだよ。Wi-Fi、一般家庭の Wi-Fi より出てないかもしれない。俺んちの配信環境。終わっとるわ。パソコンのせいってことないの？パソコンのせいってことない。シンプルに回線速度が悪い。それ昔から回線速度が悪いのは。これなぜかフォルダが2個目なのにさ、アカウントは共有なのすげえ怖いんだよな。前そうだったけど、今もそうなのかな？別のフォルダにダウンロードしてるはずなのに、なぜかアカウント共有だったりする。カイト長っ！情報全部逃げられてる。カイト超長い。怪しいね。こんなに回答遅いのは100パソコンのせいだ。1ギガでこの回答の時間ちょっと怪しいね。こりゃ来た。まー、あ、ちゃん一番かい。あ、違う、今ダウンロードしたんだから。え、今ダウンロードしたぜ。うわ、さらに新しいのダウンロードさせ。え、何だったの今のダウンロードじゃあ。え、次は 1.5 ギガだって。バージョン 2.04 からバージョン 2.04 ダウンロードしたら次 2.0061 をダウンロードさせられてる。なんでそんな俺。なんでリコリコはこんなのとコラボしてくれたのか。なんで俺はそんな2個、2段階右折しなきゃいけないの。原付き乗ってた俺もしかして。まあ言うてリコリスリコイルももうな、なんか後半ぐらいからどんどん失速してて、最近じゃああんまりリコリスリコイルの話してねえもんな誰も。本当に早いわ。今、ボッツロックの話してる人も少ないもん。本当に消化スピードが早い。一個のコンテンツの。
今の流行りなんなの？今の流行りなんだろうね。今あんまり流行ってなくない？何も対してなんか大きい流行り今ない気がする。フリーレンが流行りかけてる。ああ、フリーレンか。まあ、フリーレンはめちゃめちゃ流行らせようとしてる感はあるよな。なんかしかも金曜ロードショーかなんかで1話やったんでしょ。なんか話題性もすごそう。俺見てないけど、なんか結局流行りって作れるんだろうなって感じがしちゃってな。にじみ出るよね、流行らせようとしてる感が。で、流行ろうとすると流行るもんね、やっぱり。まあそれはもちろん、合わせとけば流行る。もちろん面白い原作は絶対必要ではあるけど、原作が面白いことは もちろんだけど、アニメ化とかで流行る場合は、うん、ただそれ以上にやっぱ周りの力って強いなっていうのは。あ、推しの子とかじゃない流行ってたの。今のもう流行ってない今、まあ、ちょっと前までは推しの子だったんじゃない。でももう今もちょっとだけ推しの子みんな忘れてない？知らんけど。またクソ長いや。もう言うて推しの子忘れてない？みんなちょっと前までアイドルめちゃめちゃ流行ってたけど、みんながこぞって狂ったようにアイドル歌ってたけど、もうちょっと忘れてそう。もう次の何かに狙いを定めてそう。あとなんかあるかね。なんか推しの子も面白いけど、あそこまで流行るほどか。今のネットの最大流行マジでスイカかもしれない確かにスイカゲーム流行ってるな、みんなやってるわ。まあでもあくまであれ、まあみんなやってるけど、なんかどうなんだろうね。一般人とかはさすがに。あーすごい、かわいい。麻雀一番会。音クソでか。あ、ログインできない。え、前回ログイン E メール覚えてねえよ、パスワードなんて。ちょっと待ってくれ。パスワードなんだ。またブルアカみたいなことしなきゃいけないのか。ねえ、アカウント名またパスワード正しくありません。やっぱり。パスワードわからん。パスワード紛失したことにしよう。認証コードを送信してもらいました、うん、旧ツイッターで連携してない？いや、多分してないと思う。パスワードのフォーマットが正しくありませんって、なんだ。あ、あれ、あれ、パスワード、ちょっと待って、またもう一回認証コード送んねと。
課金してたっけ？してる。あのなあちゃん課金してる。お姉ちゃん。あ、来た。一緒に遊ぼうよ。いけたいけた。カチャ。鍵を回すと懐かしい景色が目に入った。何？ジャンオカ。なんだ？どこだよ。急になんか感動のお帰りキャプテン。戻ってきたならみんなと会わずにいなくなったりしないでしょ？カンナ。キャプテンちゃん久しぶり。休日楽しかった？キャプテンちゃんがいなくてもなあちゃんときよみちゃんはちゃんと訓練を続け。え、俺がしばらくログインしてなかったからもしかして感動のエピソードが流れてる？なあちゃんはそれを信じてたんだよ。待たせちゃったな。キャプテンそれって、うん、キャプテンちゃんには何か考えがあるみたいだね。もう一度始めようか。きよみちゃん、キャプテンちゃん。もちろん。どうしたの？きよみちゃんは今日のためにずっと準備してたんでしょ？待っててくれたの？戻ってきたキャプテンがすぐにゲームをまとめられるようにって私たちはずっと前から準備してたんだよ。キャプテンがもう戻ってこれないかもしれないって、感動。ずっと諦めず頑張ってきて本当によかった。キャプテンなあちゃん、それじゃあ私たちの旅を再開しましょう。久しぶりの再会、懐かしいメンバー、思い出が詰まった物質。思い出は詰まってねえですけど。マイクラにうつつを抜かしてたから。まず物質って何ですか？少女たちの力強い言葉。一番街のジャンシたちと出会った物語。キャプテンとジャンオカチームだからこそのジャンマージャンの旅。すべてはこの時から再び始まる。カムバック。あ、123日間そんなに？何？チーム再建ってどういうこと？あ、金払わせようとされてる。無料で購入可能はもらったか一応。何？チーム再建って。あー、チームって何？まず。かわいい。物質も知らんし。物質も知らんよな。まず何？ストーリーって。かわいいけど。こんなゲームだった？リコリコだけ見せてくれよ。応募しとくか。あー、ダメだ、めんどくせえ。天宝リコリコ、なんだこれ。うわうわうわ、くるみちゃんも、全員いるの？すごくない？当てるべ。当たるかな。ポイント報酬。ポイント報酬で、かわいい。すごい、アニメ版だね。しかもアニメ版ってかアニメしかないか。父でか。このイベントをクリアしてももらえないと。非殺傷弾。武装のも集めさせられるね。鎮逸の試練、なんだ。36枚のピンズだけを使う1対1 の試練。いいね。なんだこれ。対局の目的は、なんか俺がルール読んでる間に転放されてるんだけど、ちょっと待って。対局の目的は、ちょっと待ってどういうこと。俺がルール読んでる間に裏で転放されてる。普通止まらないの、こういうのって。裏で五論や五つぼ、脳天リーチなどをゲストに気づかれると大幅に限定されてるので。ずるくない？裏で転放してんの。俺も。あれ？脳天？脳天するとめっちゃ点取られる。なんだこれ。あ、今脳天舐めていったっけ。おつも天宝。何？チョンボ？何？わかんねえよ。めっちゃ点取られてんだけど、何これ。どういうこと。ちゃんとテパイ見ろ。ダブルリーチ、今すぐ私にいい牌を出せ。
1122 3 4 ん1 1 2 2 3 4 6 6 8 8 9 え9 8 7 6 7 8。頭こんがらがるやつ、ややこしい。C 3 4え、これロンなくない、どういうこと。1 1 2 2 2 2 3 4 6 6、いや、え、ボタンバレるけど自分で考えろってこと。あ、なるほどね、なるほどなるほど、出るけどこれ嘘ってことか。これでも何切んのがいいんだろうな。3 4 6 6 7 7 8 8 9。でもこれだったらな、パスって何パスって何、どういうシステム。1 1 2 2 3、これだったら3ピンか9ピンとか3 4ピン、あ、ウーピンでもいいのか、ウーピンじゃダメか、キューピンいらなそう、キューピンいらないかな。間違った間違った、パーピン切っちゃった、もう789、パーピン切っちゃったよ、うわ、パーピン切っちゃったせいで意味わかんなくなった、やばい。 HP 頭か、二刺し22、二刺し22、二刺し111、頭で二刺し22、リーチはかけられる、待て、何で3 4 5 3 4 5か、両ピン切りじゃねえか、両ピン66 678、あ、9ピン切ったか、はぁ、こんだけ悩んだのにダブルリーチ、ピンフ、鎮圧、一通強ちょっと待ってよ、むず、なにこれ、もう一回やらせてくれ。あれ、ちさと、ちさとだ、ちさと麻雀とかできないでしょ。1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 7 8 9、789567444、これはつも、え、つも、マジなんで、二刺しさ、え、234345、つもだべ、え、きつくない、なんで、23、これ並べ替えてえな、234 234 345 234 345、え、ウーピン余ってない、11 234 345 560、あ、567か、ほんとだ、あー、そういうことか、567か、そっち見たかった、むずい、これ頭おかしくなる。きた、天砲。よく一発そんな速攻わかるね。すごくない？なんで？1 1 1 2 4 4 5 5 7 7 8 8 9 9、え、これシンプルにリーチじゃない？E ピン切って。で、ダブリーでしょ。ダブリー E ペーコー。あ、ダブリーチートじゃない？うわー、3ピンいらねー、2ピン切れ、おいし、きた、はいはい、ロンだよ、一発はなかったな、ダブルリーチ、チーツ、チートイ、いいね、エロ、カンナちゃん、うちのナーちゃん、難しい、これ頭こんがらがる、11234567 8 8 9 9、
667788、イーペイコーはできてる。イーペイ、リーチはできてるね。じゃあ、イーペイコーを、9頭の、まあ、1でもいいか。いや、1切って9頭にして、1、2、3、4、5、1、2、3で、両面待ちか。6と4の。あ、6と2の。シャボ、え、シャボ、1、2、3、4、5、4、5でここで待てばいいんじゃないの。3ピンかローピンで、うわー、両面か、スモーされた、スモ鎮逸毎回鎮逸がついてくるからすごいな。かわいいな、めっちゃ。モデル。うわぁ。1、1、2、2、3、4、5、5、6、7、7、7、8、9、5、6、7、3、4、5。え、ロンじゃん。なんだっけこれ、子が上がること、シーホー、蓮舫か、うぃー、めちゃめちゃ考えなきゃいけないこれ。でもいいぞ、ちさとぶっ飛ばせるぞ、このままいけば。1、1、2、3、3、4、5、5、7、7、8、9、9、9。いや、なくねえか、ちょっと待って、なんだか被っちゃう時点であれだな。9、7、8、9、じゃあ9を頭にして5、5、3、4、5でないな、さすがにこれは。リャンピン引いてイーペイコを、パスかな、ここはパスか。で、何切るかだな。チーピン、ウーピンでもいいかなと思ってる俺。で、両面待ちにしてもいいかも。ダブルリーチ、うわぁ、ダブルリーチきた。両面待ちにもならねえや。うわ、なんかややこしいことになってきてる。うわ、ややこしい。やだ、英語しくなっちゃった。1頭じゃあ3ピン切る。なんで、あ、かわいい、ロー一発鎮逸、一気に持ってかれる。ちょっとマジむずいのやめてほしい。もっと簡単な1、1、2、2、2、3、3、3。あ、1、1、1、2、2、2、3、3、3、いいよ。6、7、8、8、9。ロンではないな、惜しいな。スランコにしたい。そうだね。パーピン来たか。これはじゃあ9ピン切るか。ルオン、やばい、イケイケになってる相手。ダブルリーチ一発鎮逸、ずるくないか、当たり前のにダブリーすんの。やばい、めっちゃ点差が縮まってきた。スクリーンショット何もしないぞ。あ、まあそこに右下にあるボタン押しちゃったのか。1、2、2、3、3、5、6、7、5、6、7、7、8、8、8、9。でウーピンが来たら何にもないね。イーピン来い。カン。カンだけはない。ドラも乗んねえしな。イーピン
5、6で待つ、両面で待って、7、7、8、8、4枚か。うわー、これパーピンいらない。イーペつく、どこに。これリャンペイコンもワンチャンあるな。キューピン来てくれる、キューピンと E ピンとキューピンが来てくれればリャンペイコンもある。ってことはキューピン切りたくないってなると、パーピンだよな、いらねえの。パーピンいらなくない。さっさとリーチしないと負けるぞ。1111、あ、123、イペコを567789で、これロン。ロン、うん、これはロン。あ、リーチついたのね。リーチできたのか今。なるほど、そっか、リーチできたのか今。イペコ待ちでいけたのか。うわー、無事。1、1、2、4、4、5、6、7、7、8、9。うわ、これマジむずいわ。で、4ピンでしょ。両ピンはまあいらないな、そうなってくると。両ピン切って、4、4、4、5、6、7、7。これリーチいけるね。でも、短期待ちになっちゃうね。両ピン。ちょっと高め様子見て2ピン切るか。 3P で待つことになる。え、1111444567789。で、短期 E ピンになるな。あ、短期9ピンじゃない。1111444。あ、24でもいいのか。24567。あー、24567。どっちも短期か。でもだったら2ピン切って高めスアンコを目指したくない。リーチしとく。いや、2ピン切って高めスアンコ狙いじゃない。ダブリズリーよ。うわー、4ピンかよ、いらねえ。高めとか言ってられないぞ、このルール。そうか。勘するわ。うわ、2ピン。うわはは、早すぎる。高め言ってらんねえな、マジで。リーチしとくべきだわ。うわ、つえー。ちゃんとフルボイスで言ってくれるんだね、役。すごいね。ずっとなんか、防戦一方というか、どちらとも言えない戦いが続いてるな。鬼殺やるな。はぁ、天宝だけはないわ。天宝、クソゲー。天宝は、一気にゲームが動きすぎだろ、4万8000点は。俺も天宝、出させてくれ。はぁ、ちょっと待って。1111 112233 E ペイコーできてる。4 3 4 5 6、これで3がだったら345で5 6 8 8 9。できねえ、弱え。なんかないか、方法は。他にないな。3 4 5 5 6、ない。あ、4 5 6 7 8 9。あー、ダメか、 E ペコだもんな。1 1 4 5 6、えダメか。リーチできるけど短期かな。で、リーチいくか。これ9ピンだよね、多分ね。合ってるよね。4 5 6の、あれ違うな。 5P 短期。あ、 5P 短期か。ダブルリーチ、ロン。ねえ、
ずるくない？やってない？これ。千里。おかしいよな。だって、そういう風に仕組まれてない？これ、俺がそれを切るようにさ、仕組まれてるよな。うわ、一気にまくられてる。天宝から。だって、俺がそれを切るように仕向けられてんじゃん。1。こっちもさっき電話したしな。3。じゃんけんで様できる女なんだから、なんかやった。確かに。4、5、5、6、6、7、9、9、9。E ピンじゃ無理だな。11。うん、E ピンじゃローンは絶対ないな。3ピン。11、12、123、234、5、6。ん？両面に1、2、3、4、5、6、7、5、6で、そうか、7ピンと、頭なくない？あ、いいのか。9ピン切れいいんだ。ダブルリーチ。5じゃないよね。4ピンか、4、スッチーピンだよね。うわぁ、いいペーコあったな。上がれたぞ。え？上がれた？なんで？街出てくんねえとわかんねえよ。麻雀。456567123123。あ、マジあった？1、2、1、1、2、2、3。めっちゃむずい。頭おかしくなりそう。1、1、2、2、3。1、2、3。1、2、3。3、4、5。4、5、6。ないな、これ。何切るかだな。いや、これ4ピンじゃない？普通に。いや、おかしいって！異常じゃない？相手が1手目ロンなの。いやいや、おかしい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 。絶対おかしいよ。センターバだぞ。2、2、3、3、3、3、5、6、6、7、7、8、9、7、8、9、7、8、9、7、5、6、7。無理だ。論ない。ないよね。とりあえずか。で、2、2、頭、缶、5、6、7、6、7、8で、9、9。リーチはできるね。まあ、缶で、積も。4、5、6。ダメだ。4、5、6。キューピー切った方がいいかな。マジ？え、俺なんでウーピンでリーチ意味わかんなくない？ミスった、意味わかんない。ボーン、意味わからんリーチだこれ。伝説の間違えた、嘘リーチですこれ。チョンボ、チョンボ、鬼チョンボ王。ウーピー鬼チョンボ王おっしゃった。3、4、5、6、6、7、8。うわー、チョンボした。うわー、流れないのかよ。
うえー陳一いいペーコー。もう勝てんね。だってイカサマしてんもん、どう考えても相手がおかしいんだって。俺が切ろうと思ってる範囲が毎回ダブリー一発てほ。4 5 5 6 7 7 9 9 9。絶対上がれるわけない。俺だけいつもずるいんだよね。残り枚数9なんだからありえなくもない。これだってリャンピンめちゃめちゃいらなくない？リーチもならなくない？ 7 8 9。9ピン切ってもリーチなんねえな。9ピン切って、え、めっちゃ弱い。何これ、リーチにすらできない。アンパイ切ってきてんじゃん。うわ、しかもそこで3ピンは3 4 5 4 5 6 7 7。リーチはいけんな。え、何でリーチいくの。3 4 5 4 5 6、7切れば、いや9ピン、え、7切れば両面か。かわいい。違う。もうえ、俺下手だわこれ。わかんないもん。ダブルリーチ、ツモ、ピーフ、チーツ。俺20万点持ってたのに取られた全部。意味わからん。天宝から全負けしてる。練習しないときつい。あの天宝から全負けしてる。しかもずっと負けてるから相手がずっと親。112、もう112の時点でもうないじゃん。4ピンがロンは。112244555。66789、789、456。これウーピンだな一旦。12のシャボ。あ、リーチで。そうだね、そうしよう。ダブルリーチ、ごめん。ほらもうそうなるじゃん。そうだって、そういう風に仕向けてるよね。俺がそう切るように。じゃなきゃおかしいって。このルール破綻してるよ。俺がそう切るように仕向けられてんだもん、相手に。で、ずっと相手親でしょ。111。実力のないものは常に陰謀を唱える。33566。何これ、手配もクソ悪いし、パーピンじゃ上がれねえよ。チーピンでも上がれねえ。ちょっと水着でやり直そう。7567。え？これチーピンクソいらなくない？ウーピンとかいらねえか。いる。ウーピンめっちゃ浮いてるかも。567。ダブルヤクマン出さねえと無理だよこれ。え、6ピン切れたリーチ。567111188。あ、ほんとだ、シャボだ。よく見えてんな。6。あぶねえ、ありがとう。まだこっから、まだこっから。少ねえ、天宝しねえと。やっと親帰ってきた。やす天宝、天宝。待って、1135。もうないじゃん。1135の時点でないわ。1135667788888。
蜂多いな。一応 e ペイコはできてるな。噛んだな。え、でも e ペイコ消えちゃうぜ。そしたら関してなんか積もったら上がれる俺。まあ旧頭関してウーピン引いても、日和言ってても負けるだけ。まあ確かに。リャンピン123、あ、リーチじゃん。ウーピン短期もう58目関係ねえや、相手がズルしてるから。しかも意味わかんねえぐらい乗ってるし、相手ズルしてんだよな。どう考えてもおかしいもん。引きすぎ。はい、ほらね、俺一回も一回しか転向しないのに相手二回してる。クソゲーマジこれ。おしまい。やってるやつ全員バカマジで。こんな勝てるようになってねえんだよ。勝てねえんだよこんなの。マジ終わってるわ。はぁ、何これ、クソゲーじゃんマジで。まともな麻雀やってよ。おーすげえ、ガシャくれてる。ガシャチケットくれてんじゃん。当てよ。え、水着チタトまであんの限定で。え、水着タキナも。え、全員やんの？やば。うまいね商売が。普通のさ、コラボが本気すぎる。これ商売がうめえわ。着せ替えうだけ売るっていうのはすげえ。でこれもあると、ケツ。これ何、すごいな、めちゃめちゃ良くない？うわっ！うわお！ここまでは知ってる、この先知らない。これでもこれとか売ってるってことはさ、これもしばらく売ってんのかな。15日しか売ってねえや。でもすげえ、せっかくだったらアニメタッチが良かったな。うわっ！うわっ！うわっ！クリックした瞬間出てきた。イベント終了後、コラボジャンしたコラボ装飾品は常設募集に加わりません。誰引こうかな。10連できる。まあ、もう、滝、千里かな、やっぱり。狙うわ。もちろん。いきます。熱々来た！熱々！いけ！何でもなさすぎ。うんこあるじゃん。うんこあった？あつあつ。どうなるんだろうねこれ。虹色なのかな、あのめくる瞬間。いけ虹色。俺のなあちゃん課金じゃないか、課金で手に入れただけだからな。ガシャじゃないからな。いけ虹色。しょっぱ、全然ダメ。せっかく帰ってきてやったのに。欲しかったな一番剣。10連いくら、だいたい3000円ぐらい。でも1710番券ってことは足りないよねこれ。1番券か。今なら2倍だぞ。今なら2倍ってことは何、普段は
ともっと高いってことこれ2倍で1700ってことでしょこれだぞえそういうことあプラス1700えすごくない多分ソシャゲあるあるの初回だけ2倍のやつなるほどねすごでも3000円で1700一番券しかもらえないんだね10連1800なのに1700一番券しかもらえないんだ厳しいなへー何パーぐらいあるんだろうピックアップ確率うわスタンプあんのかうわあチンアナゴもあるすごいでも普通に可愛いなつまんねえなあの下手馬な絵のタッチなのがこれ持ってないとはおられるわあこのシーンねいいねこのシーンあったね全部これアニメにあったシーンなのかな。かわいい。魚もある。かわいい。コラボ先だからふざけづらい。あいいね、蹴りのシーン。うわかわいいえかわいいヤクマン みんなこのなんか和装みたいので。ハートがあるんだねかわいいあのアタッシュケースに隠れてた時の中それだ普通にかわいいな全部うわーコラボ商品でこのスタンプありは強えなかわいいうわーそれは強えやいつまでやってんのあと15日だってこの子めっちゃ可愛くないやばいこの子めっちゃ好み父でけえし金髪ツインテールだしなんか普通に可愛い。おいこれあれだろ完全にインターネットやめろのダンスじゃねえかよグレーやってんなでもやっぱ可愛いのしかないなあこのタッチがいいなこのタッチの絵好きなんだよな意味わかんねえから意味わかんねえの多いからスタンプに絶妙に下手馬というかこの腹立つ顔じゃないとなねえ可愛いと普通になあんまり煽れねえんだよなこれなあこれこれ超使いてえこのスタンプのためだけにこの子欲しいもんうざすぎるこれ超いいよね普通に可愛い時とねこの下手じゃないけど下手馬の時があるんだよねいやでもチンや魚欲しいなこれ何パーぐらい出るんだろうね対局ボイスセリフはあれ煽りセリフないの残ってるチケットで単発解散誰がこれさ出せんのセクスタプルヤクマン聞いたことねえセクスタプルヤクマンセクスタプル
いくつ？といクア。クアトラプルヤクマン。驚いてんな。ヤクマン。あ、ヤクマンから驚くんだ。6倍ヤクミツル。数えヤクマン。あ、全部驚いてるわ。マンガン。ハネマン。バイマン。あ、これだったら結構普通。3倍マン。3倍マンも普通。ヤクマン。ヤクマンぐらいから驚く。ダブルヤクマン。トリプルヤクマン。クアトラプルヤクマン。いつ使うんだよそれ。一生聞けねえよ。セクスタプルヤクマン配信で聞きてえよ。後日リリース予定。絶対出ないだろ。なんで石の上にも3年って。後日本当にリリースすんのか。あれないの、バトルボイスの煽り。これ、いつ使うんだよ。遅いですね。あ、これがあれかな、マージョン中のセリフか。今日の天気で私も元気。かわいい。シンガーナゴー。そんなテンションじゃなかったろ。なんだとやるな。かわいい。オープンリーチってあんのこれ、ルール。いいね、セクスタプルヤクマン感あるね。クアトラプルヤクマン、トリプルヤクマン。何、セクスタプルヤクマンってどうやったら出んの。まず出ることあるの。セクスタプルヤクマン。セプスタクル数えヤクマンは稀にあるらしいよ。でもデータとしてあるってことは、第4期地位色数アンコ短期待ち、地位法大数子通位層数アンコ短期待ち。それでやっとセックスタプルヤクマン。遠隔してもできなそう。まあ、一応取っとこうって感じなんだろうな、一言のセリフだ。チワを4個でもいいぞ。チーホーチーなんだっけ、スーチーなんだっけ。あんたが当たり牌を相手に流した張本人ってわけ。めちゃめちゃ折れそう。めちゃめちゃ折れそう。スーカンツ、スーカンツか。ヤクマ最高、今日ついてるかもしれない。いいねこれ、すごいね。いいて、これすごくない。でもついてないわ、緊張するわね。クリア、ヤクマン最高。今日当たり前のことね、最後は私に任せなさい。フルボイスなの、すごいな。セクスタプルヤクマン、クイーンティプルヤクマン、クワ。なんでスズメ魂じゃなくてこっちだったんだろう。トリプルヤクマン。いやでもじゃ、一番街が頑張ってるってことじゃない。あれ、久野美咲ちゃんじゃなかったっけ。トン、ナン、シャ、チュン、ハク、ハツ、ダブトン、セッヤゾ。そうだね、声低いね。三色同時、三色と三貫通、トイトイ、小三元、本郎と。こんな声低かったっけ、くるみちゃんって。ハイテイ、ホーテイ、テンホー。え、これとこれって何が違うの。ホーテイ、ハイテイ、テンホー、チーホー、リュウイーソ。アニメもうちょいクノ感あったよね。なんかもうちょいクノ感あった気がするけど。最初男のふりしてたし。仕方ないな。たく、お前らも見た目で人を判断するのか。まあ、結局これか。ナイスキャッチ。世話が焼けるな。こんな低かったか。オープンリーチ、ビンゴ、ロン、モーテン、数風連打。出た、数風連打。こんな声も出せんのか、くのちゃん。でもこんな声だったか。イケメン寄りだな。ねえ。準備できたか。役満の準備がで
できたな。やっぱこれか、ちょろいね。オーラス、ウォールナットに任せろ。かっこいいね、すごい。いいなこれ。やるな一番街。ここまでがっつり本気のコラボ出してくるのはすげえな。しかも大体こういうのって千里ちゃんと滝菜ちゃん、あと3人できんの？あ、できる、ほんとだ。俺前課金したやつの余りかなこれ。このさ、あのガチャボタンを押してから早すぎる、このカップ麺が出てくるまで。青だわ。ここ押してから反応が早すぎる。これ熱々以外あんのかな。ロードどこでしたんだ。早すぎる。いやー何にも出ない。これ内容一覧かな。え、 5% で出んの？マジ？もっとじゃ1枚ぐらい出てもおかしい。え、しかも 15% だってよ。めっちゃ苦しくない？ピックアップ偉いね。良心的。 5% のうちの 15% でピックアップキャラが出んの？これ全然ガシャ回してもいいな。じゃあ課金してもめちゃめちゃ良心的じゃない？さっきうんこ出てたから一応当たりなのか。え、うんこそうなの？あ、ほんとだ、うんこ一応装飾品の中での当たりだ。どこに使えるんだろうこれ。リーボディ？ちょっとやりに行こうぜ。うんこ出てた俺。リーボうんこにできんの？しようよ。どこでやるんだろう。どこで変えんだっけ。多分どっかで変えられるけど。一曲線ってのができたんだ。バックかな。ああ、うわ、本当はうんこ出てる、やった。リーボーうんこにできる、やば。え、面白いな。一番が結構変わったね。なんだこれ、 一曲線って。馬代を支払い3人うちで1曲のみ。アガタンスにて。なるほどね。3人マージャン、まあ1回やってみるか。え、金かけてできんのこれ、マジ？ええやん。え、やば、こう、え、おい、え、金かけてできる、すごっ。金というかこのチケット、ガシャチケット、続ければガシャ回し放題。ガシャチケットかけてできんの、やば。ダブル100万出そう。へえ。あ、2班以上で上がれば、あ、違うわ、4班以上つけば馬代返ってくるんだ。え、面白、めっちゃ面白くないこれ。いるかな。ただいかんせん人が、え、しかも3人うちだから結構班はつくでしょ。お、いるいるいる。え、しかもなんか変わったね、あれも演出も。下で結構のです。ねえ、シャー抜き、え、ペイ抜きか。これポンしていいよね、ドラ1あるし。うわ、もうテンパってる。うわっ、いっ、まあ一発はないか。今の結構苦しいね。吐く気んねえかな。安く上がっても赤字なだけか。あ、そっか、確かにそうじゃん、忘れてた。今でもトン、ダブトン、ドラ1だから3班はつく。
もう一個乗せないと。うわ、え、これじゃあ少ない？はいはい、ロンだよ。トン、ダブトン、赤ドラ1。三班だと少ないんだっけ？いくらだっけ？うわ、ミスったかも。10円損。10円損？マジ？あ、ほんとだ。三班、そっか。うわ、ミスった。なるほどね。今じゃあちょっと相手に申し訳ないことしたな。ごめん。そっか、4班以上からか。オッケーオッケー。ちょっと焦ったわ、今。先輩。お、ダブドラいいね。なんなら染めるのもあり。あ、でも9ピンがドラだからダメだな。いや、これ勇気のドラ切りもありだぞ。こっちのピン図捨てるのも。なん、ちょっと安牌として持っとくか。うわ、これ勇気のドラ切りありか。チーピン来ればまあ話変わるけど。うわ、これは勇気出していいか。鎮逸ある。サンマだもんね。うわ、一応筋、あ、何が安牌か。こういう時のために取っといた。早えな。うわー、かわいいね。かわいいね。1,2,3,4,5,6。うわー、急走。一曲戦だもん、これ先でリーチしちゃうと強いな。1M はまあ大丈夫だろ。うわ、積もられた。きつい。リーチ、積も、赤ドラ1、ドラ1。おー、うまいね。これ、プラスか、この人。うわ、これ一曲しかないの？ちょっと稼いでるわ。ねえ。え、もう俺お金なくない？あ、ギリあと1回ある。おい、これでプラスにしねえとダメだ。頼むぞ。これ1曲しかないのきついな。いや、これはね、本一あるわ。と言いながら E ピンを切る。ポンもありだった。ポンありだった。あ、ポンにして本一は、まあ確かに。いや、でも吐く。うわー、これ怪しいな。怪しまれるかな。それはポン。じゃあもう行くか。あ、じゃあ E ピン切、まあ E ピンいらねえか、どっちにしろ。これはじゃんかな。MJ ですか？いや、これはね、麻雀一番街。麻雀一番街です。なんかリコリスリコイルっていうアニメとコラボしてるらしくて。可愛いよね、すごい。俺も好きなんだよね、このゲーム。ほ。わー、シャーポンするべきだったか。ペイ。まあ、チュンか。ああ、それポン。下抜けないんだ。あ、確かに本当だ。まあ、すぐドラ入っちゃうからね。3,4,5,6,7、まあ、7頭にしてみたいな。なんかな、なんとか来てくれればな。うわこのゲームね、可愛いから好きだったんだけどね、誰もやってなかったんだよ。だ、そのリコリスリコイルでコラボで、え、めっちゃ悩んでる。
今人がスタミナいらないから持っとくべきだったかも。あー確かに北で待ってたかもな。おー来たー。いただきますわ。勝ったな。シャボン。でもこいつとか出しそうじゃない？スーパーシャボン。はい、ローン。ロン。パック、本一、赤ドラ一。いや、ギリギリ漫画。よしよしよし、プラスプラス。いいね。これ面白いね。ギリギリ、いや、これ、2連戦ぐらいで、次も勝ちたいな。ドラの表情仕方がおしゃれになってる。11334。いや、これチートイありだな。4トイツでしょ。うわっ、やばっ。ハクドラさんはやばい。スランコ、スランコあるな。サンマだしな。ハクドラさんはさすがにやばいな。番組サムネがスクミズ女の子に吸い寄せられた。いいことだ。このスクミズ女の子は課金だからね。やばい、トイトイもあるぞ。あいつトイトイ、ドラさん、ハク、うわスワンコある。さすが古今破壊力あるわ。スワンコある。これいやチートイもあるな普通に。いやスワンコある。どうしようみんな。役満でいくらだっけ。あそうだ、役満ボーナスあったな。確かに750円ぐらいもらえた気がする。うわーちょっと怖えな。いや、なーちゃんリーチしてきたか。一応パーピン筋ではある。うわマジ一発つも。うわーやられた。リーチ一発つも赤ドラ一。うわうまい。みんなやっぱ漫画以上出してくるな。ちゃんとこのルールだと多分このルールで漫画以下で上がったの俺だけだろうな。うわこれ面白え。アウル戦じゃなくてお金もらえないでしょ多分。しょぼ、アウル戦意味な。アウルなんて何使うか分かんねえんだから。いやマジか、課金しねえと。これやるためだけに課金しないと。うえー、面白え。リーチできなかった。俺リーチしたかったんだよ。増やしてからガシャ回すべきだったな。確かに。カゲロ6人しかいない。でもめちゃめちゃいっぱい人いるよ。この時間なのにこんだけいるのすごいよ。昔10人ぐらいしかいなかったもんね。本当に。マジで人増えたな。新参はいっぱいいると。ね、新生めっちゃ多い。いやでもこれさ、うまいわ。限定のガシャとその課金衣装を2種類あんのうまいわ。で、あの割と出やすくして 15% にしてさ、あ 15% うん、ピックアップの 15% に、ガシャはピックアップの 15% にして、それなりに出やすくして。おはよう。おはよう。でこっちも追加で買わせるってのうまいわ。でしかもこれもそんな高くないっていうね。ファンだったら全然買える。範疇の値段2000円ぐらいだったら。あ違うかこれ、着せ替えチケットを必要なのか。これ着せ替えチケットはまた別で値段なのか。あシンプルに金だ。3000円ぐらい取られるわ。
世界圏で、まあでも10年分ぐらいなんで、なんでね、限定カードの別衣装がもらえるって言ったら、マウント取れるって言ったら、俺もそれでなあちゃん課金してるしな。うわ、今の超雨配りの姉ちゃんに13日はスロット熱いでよろしく言われたけど、いかやく13日はスロット熱いでよろしく言われたけど、信用できない。あ、行ってこいよ、熱いんだから信じろよ。いいなぁ。びっくりマークいっぱいついてるけど、なんかもらえないの？多分なんもないんじゃないかなぁ。かそのガシャチケットとかはないんじゃない？スペシャル。これめっちゃエッチだね。てこの子めっちゃわなんていうフェチズムの塊え、なあちゃんじゃん。なにこれ、明晰夢な、え、なあちゃん欲しい俺。これってことはさ、なあちゃんがコンプしないと、なあちゃんコンプしないとね。これこのやつのさ、あれなんか見れなかったっけ、これの多分また別であれがあるんじゃないの、あの演出が。うわーすごい、パンツ見えてる。え、パンツ見えてなかった今、大丈夫？パンツ見えてる、普通に普通にパンツ見えてるそんなことある？こういうので普通にパンツ見えることある次普通にタイツ脱いでるもん、びっくり。水着だよ。水着なのかな。いや違うでしょ、普通にタイツでしょこれ。え、普通にタイツ脱いでたもん、普通にパンツ見えてたびっくり。なあちゃんそういうキャラじゃないと思ってたのに。タイツの下に水着履くだろ。でも結構これ原作売りのなあちゃんだね。結構この2つはね、結構なんていうの、等身高めななあちゃんだったけど、原作売りの結構ロリっぽい、目がでっかめな。めちゃめちゃ良くない？覚醒衣装やばっ。え、これ普通にあのこの課金衣装より良くない？かわいい。これ全員やんの？良すぎる。え、しかもこの上がり演出も別で用意されてんの？うわすごい。え、なにこれ、リコリコわかんないけど可愛い。めちゃめちゃ可愛いね。やば。ちょっとぽくないけど。めっちゃ綺麗。そう？ぽくなくなくない？でさらに水着衣装。壁紙にしたい。うわ。踏んでほしい。踏んでほしいね。うわ。すげえ。え、すごくない？覚醒衣装めっちゃ凝ってない？こっちが本物じゃん。こっちはアニメ絵で、こっちはちゃんとすごいいい絵。で、さらに水着もあると。この女めっちゃいいな。そりゃ覚醒だからな。この女ドストレートなんだけど、俺の。父でかいし。金髪だし。この女めっちゃ良くない？クソかわいい。メガネが本体。メガネかけてんの。お、すごい。すごいことになってる。で、さらにすんごいことになってると。ああああああ。ああああいいなあ。わお。
え、この子めっちゃ可愛い。すげえ好み。やば。川口にちょうどいいサイズの父。ね。めっちゃいいな。リコリスリコイルじゃねえや。一番なんか一番がいい。良くなったね。頑張ったんじゃない？すごい。あ、しかもこれガシャ？あい、チケット溜まってんじゃない？これ今までのやつ。あ、すごい、今までのやつ溜まってて150でいいんだ。超優しくない？これ俺多分このマージャン一番街長くやってるけど多分39回しかガシャ回してないもん。天井共通タイプか。最近のソシャゲにありがちなやつだね、天井共通タイプ。めっちゃいいやん。課金しようかな。だってあと110連とかでいいんでしょ。貯めてればすぐ全部もらえたんだ。110連とかでいいってことでしょ。サイン。提出。川田コライス口。来た。何キャプテン認証票って、そんなルールだ。なんか俺の知ってる麻雀一番街と違くなってるんだけど。なんかすごい。改革が起きてる感じがある。麻雀一番街に一曲線なんてなかった。これ一曲線じゃなかったらな、普通にポイントで金かけ、このチケットかけさせてほしい。それできたら普通に面白いのに。このゲームはスチームからしかできないですか？いや、やっぱ麻雀は金かけた方がおもろいわ。このゲームはね、スチーム以外にもアプリとかでもなかったっけ？全然俺そんな麻雀一番街のあの回し本じゃねえから何も知らねえんだよね。エグゼでできるよ。そう、俺がやってるのはエグゼ。俺がやってるのね、エグゼでやってるの。これなかなかないでしょ、こういうマージャンゲームでエグゼでやるの。昔のフリーゲームぐらいだもんね、そんなんで。何ですかエグゼ。エグゼはね、パソコンの、え、5本指ソックスだったの、なあちゃん。あ、いなくなっちゃった。え、すごい、なあちゃんこんなちっちゃくもできる。パソコンのソフトのアプリケーションの拡張子だね、エグゼ。でもアプリとかでもできると思うよ、携帯でも。ほら、アップルストアとかにもある、麻雀一番街。何、ゼノリンクパック。じゃんけんが30個入って8000円？じゃんけんが65個入って15,000円、じゃんけんが100個入って21,800円。普通に買うと10連分が3000円ぐらいなところ、30連で6000円で買えるってこと？お得？
眠くなってきちゃった。寝るか。さすがにもう周囲逆転しちゃうわ。あ、もう2時間やった配信。寝れるわ。寝よ。え、ちょっと麻雀一番街やりてえな、また。これはいいわ。てかもうしてるんだわ。パソコン版はスチームだけかな。パソコン版はね、違う、スチームだけじゃないよ。スイッチでやるか。こんな、こういう、あれ？こんな、あの、こんなのでできる。こういう、あの、フォルダの中に、こういう、なんか、なんて言えばいいの、これ。表現しづらい。フリーソフトみたいな。フリーソフトみたいなのできる。チームなしでもできる。インストーラーなしで、なんと ZIP で落とします。怪しすぎる。怪しすぎる。そうなんだよね。これなんでこんなことになってんの。ほら、 MacOS 版ダウンロード、 Windows 版ダウンロード。そうだね、できるんだっけ。 Windows 版ダウンロードで出る。ブラウザでもできんの？ブラウザはないね、さすがに。ブラウザはさすがにない。うん、ということで、ぜひ、皆さん。オリジナル版があるなら、そっちでやりたい。スチーム版でやる必要な。いかやく。チーム版でやる必要ない。まあ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 。多分オリジナルのロゴ、オリジナルはこのアプリ、アプリじゃねえや。これだろうね。ありがとうございます。いえいえ。まさかこんなことで麻雀一番街を布教できるとは思わなかったよ。ぜひリコリスリコイルのアニメも見てみてはいかがでしょうか。面白いね。可愛いのがいけない。いや、めっちゃ可愛いよね。そうなんだよ。てか俺リーチできなくなかった、今。リーチしてなくない。まあいっか。うんこ見てない。うんこ見てないね。麻雀一番街の公式認証配信者になりたい。俺も。ねえ。麻雀一番街の公式認証配信者になれるかな、俺も。送ったら。半ちゃんじゃねえや。トンプー戦ぐらいやるか。こんなやってないのに。麻雀一番街。丁重に断られそう。あ、ちっちゃ。トンプー戦ぐらいやるか。リーチ一回ぐらいしたいよな。せっかく。こんなやってないのに。むしろ一番俺がやってただろ。俺しかやってなかったんだから。麻雀一番街なんて。こんなにわが友とはちげえんだよ。まずこのなあちゃんの水着衣装を持ってる時点で。このなあちゃんの水着衣装、ちなみにあれね、限定だから、今手に入んないよ。残念ながら。配信者大会で敗北してたじゃん。確かに。なあちゃんの水着衣装持ってる時点で結構レアでしょ。あとセクスタプルヤクマンがあることを知ってる。麻雀一番街に。でもこの衣装買ってすぐやめたよね。確かに、買って満足しちゃった。気持ちよくなっちゃった。買って。微妙に入りきってないよ。全然マッチングしねえ嘘、これもしかして人数もしかして嘘。スチームから起動したときデータ連携はできますか。わかんねえ、俺スチームから起動したことない。ドラのめくれ方も、4枚くらい数だとするとあと1人。ドラのめくれ方も違うしね。変わったしね、昔に比べて。
このドラたちは絶妙に使いづれえな。あ、でも4はくっついてくれたな。ペイはもう頭か3枚集めるしかねえな。かいらなかったから次そろそろ切ろうかなって思ってたんだけど、切りづらくなったね。うわあ、789切っちゃった。うまくいかねえな。これペイ切った方がいいかな、早めに。あ、もうペイダブルでしてるわ。いや、これあえてペイで待ちたいな。ダブルでしてるからこそのペイで待つ。やっとくか、久しぶりに。でで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 。ウーマン。いらねえ。やべ。なあちゃんリーチしてきたか。あいや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 、うわー、なんて魅力的なドラ。一品切れるね。リーチ上、これでさすがにペイで待ってるってことないよね。いや、ありえるな。ここペイで待ってたらバチクソにうまいけどな。まあまあまあ、ツモなら許そう。リーチできねえな、なかなか。リーチ、ツモ、タイヤを、チートイ。強い。マンガン。プラスだ、マンガンは。まあまあまあ、リーチ。おや、なんか、一人のツモ上がりだったら許そう。感しようかな。早すぎ。まだ早いな。絶対リーチできない。え、でもアンカーだったらできんじゃなかったっけ。これ切りたい。いいね。334788789789で地に行けそう。いや、これなんでそんなズビズラーなの。わかんない。風明けだから、まだ風邪ひいてるから。これポンポンポンでもいいな。そしたら泣いて泣いて泣いて、いや泣いて泣いてができないな。別にそんないっぱい泣けそうな手札でもなかった。くえー、うまくいかないな。キューピン切っちゃおう。いや、キューピン切っちゃダメだな。わあ、うまくいかないな。ちょっとこれ関して流れ変えようかな。ずっとドラ切りだもん俺今。あ、ドラじゃない、ツモ切りだもん。流れを引き寄せる。これ感しないと。お、ローピンはいいな。ローピンだったらローピンで感ダメじゃね。いや、ローピンで感切って、いや、ないか。いや、ありだな。で、キューピン切っちゃってもいいわ。
いや、なしだったな。表面が片側になっちゃったよ。え、でもローピン来たから大丈夫。もうこれ泣いて泣いて泣いてセニョリータシステムでいいかも。泣いて泣いて泣いてセニョリータシステム、強く強く強く離さないでシステム。ただ全然来てくれない狙いが。そろそろみんな誰かしらテンパってんじゃないの。チートで上がれてただろこれ。4万2万え、泣いて泣いて泣いてセニョらせてよ。うわはは、マジでこんな来ない。誰かこの辺り切ってくれてもいいのに。うわ、なーちゃんリーチしてきた。だる、俺もリーチしたいのに。流れ変わったな。あそこで流れが来たのを自分で止めちゃった。噛んで、うえバコ安牌ね。どうもおはよう。リャンピンか、ニサシで。今時間がなさすぎてすげえ雑に切ってる。流れちゃうか。あぶね、あぶねって言っても俺でも別になかったか。強いなこの人。東三曲で、俺親だ。35692669、弱え全然弱え。何もできねえ俺は今このままじゃ、この弱さでは。流れを変えたいのに変わらない。このままではずっと。おい、切った牌が次のターン来るのなしにしない？悪くない。単品いらねえか。赤ウーマン引いてきてシャボ待ち。シャボ待ちはな弱いよな。みんなドラ容赦なく切っていくんだね。鬼シャボ待ちするか、シャシャボボ待ち、シャシャボボボボ待ち、伝説の。ただそれすらもリーチすらできない。なんで？うわー、ウーマン来ちゃうんだよね伝説の。出すわ俺の伝説。ドイツ増やしてもいいことなし。うわー、
チーピン、ラス1のチーピンで上がる。スーパーテクニック見せていい？もうなんかぐしゃぐしゃ。行ったり来たりしてる。リーチ。おい、みんなリーボー普通じゃん。うわー、追っかけてる。もう降ります。降りさせてください。降りる方法を教えてください、僕に。うわー。うんこ出してビビらせてやらないと。バカ降り。スーパーバカ降り。遠回してポンもありだったな。誰か振り込めよ。俺がこれ3000点取られるだけじゃない、もしかして。 K 点だけ取っとけ。 K 点どうやったら K 点取れる俺今。取れねえ。何のポンだったんだってなってるだろうな。8M 切ってれば取れてた。マジ？え？オーラス？なんで？あれ回ってるこれ。うわ！狙えよ国士。せめて1回でもリーチさせてくれ。もう全然テパイが悪い。俺はこのいらない何のドラも大切にするよ。きっと何か可能性を秘めてるとね、信じて。一緒だよ、チュンとかと。いや、チュンとかと一緒じゃないな。何は重なればさらなる力を発揮するからね。うわ、じゃあもういらない。いやこれでも高め取らないとな、勝てないからな、意味ねえんだよな。リーチじゃダメよ。うんこが目的だろ。まあね。いやさすがにでも意味のないリーチは怒られる。リーノミだもんね。リーノミはさすがにな。どうしたら役つくかな。イーマン、イーマン。そっか。ないな、これ。死頃の3色か。ワンチャンあるとしたら。あ、でも4切っちゃったのか、今俺。うわぁ。チープマンだった。切るんだったら。間違えた、今連打してただけ。チーマン切るんだったなーって言って、俺連打してただけ違うんだって。今のは俺悪くないよ。切るんだったらチーマンだったなって思ったら、油断したら、もうダメだ。今日は。またやりましょう。ありがとうございました。寝ます。お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、さよなら。マイクラの死に方と同じ。